光栄脱光栄脱648年10月10日は中国諸島の受学者。字は沖園、送り縄県、紀州公水県の出身。孔子の32世の孫と称している。新王府十八学士の一人に挙げられた。名前の日本語読みに関しては、関音では光栄達であるが、平安時代以来の観光で語音のクエイタ、クヨーなどと読み習わされる。 隋の養大の大行元年、下居の妙業家に旧大する。あと、大学助教となる。党になって、国子博士となり、国子官採取となり、また、皇太子の時効などになる。彼は、しばしば還元を述べたので、大層理政民に信任されるようになった。議長と共に隋氏の治無に参画したことにより、なお残すこととなった。また、 最も著名な業績は、五教正義百七十巻の戦術である。体操は、儒教の流派が多く存在し、経典の解釈が様々にされていたのを統一させる目的で、栄だつらに五教の儀書の戦術を命じ、完成したのが本書である。これによって、儒教の経典のテキストの解釈が統一された。また、以後は、妙業家の科挙見を受験する者に対して、 この章を国定の教科書のような位置づきにしたため受験者には便利であった。ただ、こういった気風によって学問の自由な発展は阻害される結果となった。ありがとうございます。